ドワイト・デボン・ボイド・ゲールは、イングランド・ロンドン・ウォルサム・フォーレストック出身の、プロサッカー選手。ニューカッスル・ユナイテッド・ FC 所属。ポジションは、フォワード。アーセナル・ FC の下部組織出身。しかし、プロ契約には至らず、2009年にノンリーグの、スタンステッド・ FC に入団した。2011年夏、フットボールリーグ2のダゲナムレッドブリッジ・ FC に、移籍し、 すぐに、カンファレンスノースのビショップズ・ストートフォード FC に、レンタル移籍。2012年11月、ピーターバラ・ユナイテッド FC に買取オプション付きの、レンタルで加入。2013年1月、買取オプションが行使され50万ポンドで、ピーターバラに完全移籍。2013年7月、プレミアリーグに昇格した、クリスタル・パレス FC に450万ポンドで移籍。 8月のトッテナムホットスパー AFC 戦で念願のプレミアリーグデビュー。同月のサンダーランド AFC 戦で加入後初ゴール。当時優勝争いを演じていたリバプール相手に後半36分と43分に立て続けにゴールを挙げリバプールを優勝争いから引きずり下ろした。2016年7月フットボールリーグチャンピオンシップに降格した。 ニューカッスルユナイテッド FC に移籍。9月のノリチシティ FC 戦と12月のバーミンガムシティ FC 戦でハットトリックを達成するなどチームの得点源として活躍、リーグ優勝と1年でのプレミアリーグ復帰に大きく貢献した。2018年8月6日、サロモンロンドンと入れ替わる形でウエストブロムウィッチ・アルビオン FC にレンタル移籍。 チャンピオンシップで24ゴールを上げ好調を維持した。2019から20シーズンはニューカッスルに復帰。新監督のスティーブ・ブルースはアストンビラ FC イーラを率いていた時にゲールの加入を何度も試みていた。怪我の影響で序盤こそで遅れたものの、その後は武藤義則を推しの KFW の2番手に浮上した。ありがとうございます。